よく来たな、バットマン。今日限りでロハス署長と永遠にお別れだ。話してやれ。おい、邪魔をする気か。ロハスから見れば俺もお前も同じ犯罪者なんだぞ。どう思われようが関係ない。大切なのは自分がどう思うかだ。取り返しがつかなくなる前にやめるんだ。何も知らないくせに俺はもう取り返しがつかない。永久に。リーさん、ダメ。リンには俺の正体を知られたくなかった。でも結局のところ俺には選ぶ余地がなかった。たった一つ選ぶことができた器はモンスターティワーキ。正常な人間がモンスターに変身するには一日もあれば十分なんだ。お前の時も一日で変身したのか。そうなんだろう。ジョーカーは自分で選んで犯罪者になった。でも君にはまだチャンスが残されてる。イーサン、自首してちょうだい。まだ間に合うわ。お前らに何がわかる。ジョーカーにやられたのは体だけじゃない。心までズタズタにされた。体も心も立派なモンスターだ。ロハスは俺のような奴も容赦しないだろうよ。イーサン、やめて。無駄なあがきだ。ここのシャワーの水圧はいつだって弱いのさ。イーサン、待って。ここは男子専用だ。君は出てってくれよ。あなたに人は傷つけられない。イーサン、お願い、早まっちゃダメ。君がバットマンをかばうなんて、こんな日が来るとはな。いい。俺たちどうしまった。今度会ったらバットマン必ず逮捕するわ。